最後にペンペン草というか、なんか来る前はうちの裏にも桜があるんですが、全然じゃない、二分咲きぐらい、東京に来る道でどんどん咲いてきて、最後こっちもうわーって桜の花びらが散ってて、すごい綺麗でした。
京さん、田中さん、どうもありがとうございます。奥山住まいのうぐいすは梅の小枝で昼寝して春が来るような夢を見て法華経、法華経と泣いている。ありがとうございました。では実は今日はせっかくの笠間宗教さんとスマンなので本当に最後に2人でやりたいと思います。できるかな。